銀鉱石、コムストックロードのカリフォルニア・バージニア統合鉱山最高コ,コムストックロードはアメリカ合衆国で最初に発見された銀の大きな交渉である。ネバダ州バージニア山脈のカズミネダビッドソン山の東斜面、現在のバージニアシティの下に位置している。その発見が1859年に公表されると、 炭鉱者たちがこの地域に殺到し、その工業権登録を競い合った。間もなく、近在に工業キャンプが出現し、大きな富を求める、創造しい中心地になった。この交渉が生んだ、莫大な富や、その富が、ネバダ州とサンフランシスコの成長に果たした、大きな役割もだが、これをきっかけにした、工業技術の発展も注目されるべきである。 鉱山そのものは1874年以降に衰退していった。コムストックロードの甲府たち、1880年代の写真。原版の表題は、働くことは、祈ることであるとなっていた1858年に、ネバダで銀が発見されたことにより、カリフォルニア州をはじめとするアメリカ合衆国全土で、かなりの興奮を呼んだ。これは、その10年前に、 カリフォルニア州のサッターズミルで金が発見されて以来のことだった。当時のジャーナリスト、ダンデクイルによれば、銀の発見はかなり広い範囲の領土に価値を与え、さらに大きな数の人々に雇用機会を与えたので、疑いもなくカリフォルニア州における均衡発見以上の功績に値すると記していた。この地域で1850年春に金が発見されていた。 これは、モルモン大隊に属していた、モルモン教徒移民の集団によって、ゴールドキャニオンで発見された。彼らは、シエラネバダ山脈を越えるには早すぎる時期にこの地域に到着し、デートンのキングーカーソン川沿いで宿営して、山の雪が溶けるのを待った。間もなく先行鍋を使い砂利の多い川岸で金を見つけたが、カリフォルニア州に行けばさらに多くの金を見つけられると、 期待していたので、山に入れるようになった時にその地を離れた。他にも移民が続き、このキャニオンで宿営し、鉱山に働きに行った。しかし、夏の終わり頃に、キャニオンの水が枯れてくると、カリフォルニア州に向かって山を越えて行った。その宿営地には、高級的な住人がいなかった。1852年から1853年に、かけての冬と春。 先行ロッカー、ロングトム及び流し問いを用いてこのキャニオンの砂利土手で働く者が200名はいた。ゴールドキャニオンから出る金は赤英脈からであり、その鉱脈の頭は現在のシルバーシティやゴールドヒルがある場所に近かった。コ府たちは水流を登って働いたので、大地の上にジョンタウンの町を設立した。1857年、ジョンタウンのコ府たちが、 ゴールドキャニオンの北約5マイルのシックスマイルキャニオンで金を発見した。これらのキャニオンはどちらも現在コムストックロードと呼ばれている。初期の交付は赤英脈を調査するために谷間の頭に登っていこうとは考えず標高の低い場所で堆積度と砂利の表面に出た手に入れやすい金を見つけることに時間を費やしていた。 コムストックロードの発見が誰に返せられるものであるかは諸説ある。1857年、ペンシルベニア州の牧師の息子でカリフォルニア州の金郊原で経験を積んだ、鉱物学者イーサン・アレン・グロシュとホージーヤ・バロー・グロシュの兄弟が発見したと言われてきた。ホージーヤは1857年に足を負傷し、敗血症で死んだ。イーサン・アレンは資金を集めるために、 友人のリチャード・モーリス・バックを伴い、標本と権利を取得した、地域図を持って、カリフォルニア州に向かった。ヘンリー・トンプキンス・ページ・コムストックが、グロシュの小屋に残り、銀と金の鉱石見本と発見に関する書類を、収めた鍵付きチェストを守っていた。グロシュとベックは、カリフォルニア州に行き着かず、シエラ・ネバダ山脈越えの道で迷い、大変な困難を味わっていた。 この二人は当傷になり、命を救う最後の手段として、二流の外科医の手で獅子を切断した。イーサン・アレン・グロシュは1857年12月19日に、死んだ。バックは生きながらえたが、回復すると、故郷のカナダに戻った。コムストックは、グロシュ兄弟の死を知った時に、その小屋と土地を、自分の所有物として届けた。またトランクの中身を調べたが、 教育を受けていなかったのでその文章を価値あるものとは考えなかった。彼が知り得たことは金と銀の標本が同じ鉱脈役から出たということだった。グロシシ兄弟がまだ権利登録していないと分かったので、この地域で働く甲府たちの採掘現場を探求し続けた。コムストックは青みがかった石を発見した。 ゴールドヒルに鉱脈があるとわかると、即座にその地域に直接隣接する権利、主張されていない土地を投記した。ゴールドヒルの交渉を発見した4人の候補は、ジェームズ・フィンニー、ジョン・ビショップ、アレック・ヘンダーソン及びジャック・ヨーンとだった。彼らが発見したものは、実際にコムストック・ロードの一部だったが、主公脈ではなかった。それゆえにこの4人は、以前に、 グロシュ兄弟が発見した鉱脈を再発見したものとされている。1859年春、ピーター・オライリーとパトリック・マクローリンという二人の交付がものになりそうな土地はすべて権利主張されていることが分かったので、渓谷の頭に進み、近くの泉から水が流れ出している水流近くの山の斜面で先行用ロッカーを使って探査を始めた。そこには、 水で現れた砂利がなかったので表面の土の中にはほとんど何も得られず、そこの権利主張を放棄しようとした時に大きな成果を得た。彼らはそのロッカーに使う水を集めるために小さく長さのあるピットを沈めた。この穴の底に他とは違う外観の物質があった。これを掘り出すとそこが金の層で覆われていたので、彼らは鉱脈を見つけたことを悟った。 この穴の中で、アメリカにおける銀の工業が生まれたことになる。金と共にあったのは大量の重い黒青色の物質であり、これがロッカーを詰まらせ、純金を洗い出すのを妨げていた。しかし、これを分析すると、ほとんど混じり物のない銀の硫化物だった。この年の6月、オライリーとマクローリンが、その発見を公表すると、ヘンリー TP コムストックは、自分が、 放牧の目的で、すでに権利主張したと伝えられている土地でこれら二人が、動いていることが分かった。コムストックは、ゴールドヒルのその時点での権利主張に不満であり、彼ら二人に脅しをかけて、コムストック自身と、その共同経営者、イマヌエル・マニー・ペンロッドと共に権利に関する、利益を、彼らに認めるという取引に応じさせるよう努めた。コムストックロードの位置について、 地理的な定義は曖昧で守備一貫していない。ある報告では、金鉱脈がウォーカー川の東支流にあり、銀鉱脈はシエラネバダ山脈の東斜面半ばあたりでカーソン川の西9マイルとなっていた。この鉱山を発見した甲府たちと、その権利を買収した投資家たちは、小さな鉱脈を当てたのか、大きな鉱脈を当てたのかも知らなかった。 埋蔵する鉱脈の大きさ、その量、及び掘り出すための費用は今日でも推計するのが大変難しい。彼らの大半は他の金鉱脈のほとんどすべてと同様に小さな、あるいは中くらいの鉱脈を当てたと予測していた。彼らすべては金を持っていないか、鉱脈を完全に調査するための判断も下せないことがわかった。 鉱脈の大きさと、その潜在的な価値は、その後長年にわたって働いた数多い交付の、労働と、数百万ドルの投資を必要とするものであり、彼らの誰もそれを持ってはいなかった。パトリック・マクローリンは、オファー鉱山における権利を3500ドルで売り払い、その金もすぐに吸ってしまった。その後は、カリフォルニア州のグリーン鉱山で、コックとして働いた。 マクローリンは雑役をしながら死んだ。ヘンリー TP コムストックの共同事業者、ペンロッドは、オファー鉱山となるものの持ち分6分の1を8500ドルで売却した。ピーター・オライリーはその分け前を集めてその利権を保持していたが、最終的に約4万ドルで売却した。その後、バージニアシティの B 通りにバージニアハウスと呼ぶ、石造りホテルを建設し、 工業株のディーラーになった。さらに待望を抱き始め、コムストックよりも豊富な高脈を当てることを期待して、ジェノア近くのシエラ山脈にトンネルを掘り始めた。最終的には全てを失い、発狂と宣言され、カリフォルニア州ウッドブリッジにある、個人経営の精神科病院で死んだ。ヘンリー・コムストックは、以前にジェームズ・フィンニーが所有していた株十分の一応一等の、 盲目の馬及び一本のウィスキーで買収したが、その後持ち分すべてを、ジェームズ・ウォルシュ・判事に1万1000ドルで売却した。コムストックは、カーソンシティとシルバーシティで公益品店を開いた。コムストックは、血の巡りが遅く、教育を受けておらず、事業の経験もなかったために破産した。ネバダ州におけるほとんどすべての資産と所有物を、失った後、 アイダホ州とモンタナ州で数年間炭鉱して、回ったが、成功は得られなかった。1870年9月、モンタナ州ボーズマン近くのビッグホーン群を炭鉱している時に、その拳銃で自殺した。カランボ、カラハ、サクラメント、サンタマリア、ディアボロ、カリフォルニア州からのラバ隊の困難な様子鉱石は、当初露天掘りで得られたが、 それはすぐになくなり、鉱脈にたどり着くには地下にトンネルを掘る必要があった。銀鉱石鉱脈の大半は長く薄い鉱脈が続くが、コムストックロードの鉱脈は個別のものが厚さ数百フィートに及ぶものが多かった。鉱石は柔らかく、シャベルで掘ることができた。このことで鉱石は容易に掘り出せたが、周りの物質が弱いために、 しばしば恐ろしい落盤が起こった。掘削は3200フィート以上の深さまで掘り進まれた。落盤の問題はドイツ人でオファー鉱山の監督に指名されていたフィリップ・ダイデシャイマーが発明したスクエアセット航空の方法で解決された。それ以前のやり方では、坑道の両側に垂直の杭を立て、天井を支える水平材をその上に置いていた。 しかし、コムストックロードの鉱脈はこれを適用するには大きすぎた。ここでは鉱石を除去するとその後に一辺が6フィートの立方体に組まれた木材で置き換えられた。こうすれば、坑道が順々に木材の格子で置き換えられて掘り進むことができた。坑道の鉱石を完全に掘り出した後で、その後を他の坑道から持ってきた岩石で埋め直すことも、 しばしば行われた。杭の枠を組み立てながら掘り進む。この方法によって、いかなる幅、高さ、あるいは深さの行動でも安全に作業することができた。コムストックロードの初期には大量の湧水と戦う必要があった。このために水を汲み出す機械や装置が必要となり、掘り進むにつれて、大型のポンプが要求された。 太平洋岩の発明の天才がすべて動員されて、対策に取り組み、世界のどこにも見られないような協力で、効率的な蒸気動力や、水力のポンプ設備が作られた。当初の水は冷たかったが、シム薬まで掘り進むにつれて、熱い湯が大量に出るようになった。この湯は卵を茹でられるほど熱く、人を火けどでほとんど即死させるほどのものだった。 鉱脈から熱湯の水溜めに落ちて死ぬ者もいた。この熱水のために熱くなった行動で働くには冷たい空気を送り込む必要があり、ファン、ブロワーなど様々な種類の換気装置が必要になった。ドリルの動力、ファンの動力及び小型用住装置のために圧縮空気が採用された。硬い岩盤を長く掘り抜くためにダイヤモンドドリルも一般に使われたが、 探査のためには使われず、信頼できないことが分かった。岩盤を吹き飛ばすために、新しい形態の爆破物も開発された。鉱石を運び出し、甲府を送り込むために使われるエレベーターにも、大きな改良が加えられた。行動が深くなると地表まで鉱石を運び出すための、浅縄では利用できなくなった。その事情ですら大価重の中の、大きな部分を占めるようになった。 この問題を解決したのが1864年に AS ハリディが開発した平折りワイヤロープだった。このワイヤロープはサンフランシスコの有名なケーブルカーにも利用された。パン用設備1859年のアメリカ人は銀行山について何も知らなかった。カリフォルニア州の砂糖鉱山ではメキシコの銀行山で働いたことのあるメキシコ人が大勢いた。 当初のコムストックロードの交付は、メキシコ人と組になるか、少なくとも作業の指揮をする、メキシコ人監督を雇うことが奨励された。銀鉱石の生成のためにアラストラス、パティオ及びアドベの溶鉱炉を採用したのも、メキシコ人だった。これらの方法は、アメリカ人にとってはあまりに、鈍いことがわかり、掘り出される、大量の銀鉱石を処理できなかった。 アメリカ人は鉱石を潰すためにスタンプミルを導入し、生成工程を短くするために、パン生成法を採用した。フライベルクの工業学校で教育を受けてきたドイツ人工夫の中には、銀を含む鉱石を処理するために、当時の最良のものとみなされたものがいた。彼らは生成のバレルプロセスと鉱石を炙る方法を導入した。バレルプロセスは、 パティオの改良にはなったが、コムストックロードの鉱石を、パン生成処理する急速な方法にはうまく、適合できないことが分かった。コムストックロードでは、蒸気で加熱された鉄製のパンを使うは小プロセスを開発し、パティオ法で用した数日という単位を数時間のレベルに減らした。鉱石のパンプロセスを使っていた初期に、貴金属とクイックシルバーを多量に消耗していた。 精錬所で働くほとんどすべてのものが鉱石を溶融するための秘密の方法を実験していた。彼らは、杉川と山よもぎ茶の調合物など鉱物から植物までを使ったあらゆる方法を試した。当時、金、銀及び水銀が先行くずともに多量に川に流されていた。溶融パンの多くのパターンと形態が発明され、特許も取られたが、 まだまだ改良の余地があった。改良が次々と加えられ、金属の損失を減らすことになったが、コムストックロードで使われている装置のどれにも完成ということはなかった。鉄道が建設される以前、貨物と旅行客はすべて10内市16頭の馬あるいはラバに引かせた荷車体で運んでいた。 鉱石はこれらの荷車隊によって、陽光炉に引き上げられ、また鉱山に必要な材木すべても運んだ。荷車隊は、シエラネバダ山脈を越えて、鉱山や精錬所に必要な工業機械や物資、すべてと、店舗や事業に必要な商品も運んだ。各隊列には2両、内し4両の荷車が付けられた。オファー鉱山会社の大きな縮小工事が最盛期に、 なった時は、荷車帯の列が、荷車道を一内し3マイルも連なり、時には、バージニアシティの通りを数時間も塞ぐことがあった。1859年、1860年及び1861年、ラバの背に乗せられた大量の商品が、シエラネバダ山脈を越えて、カリフォルニア州との間を行き来した。セントラルパシフィック鉄道の路線が完成すると、 ガイガー坂に車道を通って、バージニアシティからリノまで、鉄道の東西の終点の間を結ぶ輸送を行った。1869年2月19日に、バージニアトラッキー鉄道のための路盤が開かれ、それから8ヶ月後には、バージニアシティからカーソンシティまでの最も難しい区間が開通した。この鉄道は、カーソンシティから和尚バレーを抜けて、 北のリノまで延伸され、そこでセントラルパシフィック鉄道と接続された。バージニアシティとカーソンシティの間のマウンドハウスでカーソンコロラド鉄道とも接続された。銀河がコムストックロードで初めて発見された時、自然の泉から流れ出る水だけで、甲府たちとバージニアシティの小さな町の水需要を満たしていた。人口が増加すると家庭用に井戸が掘られ、 いくつかの行動から湧き出る水が供給水に加えられた。精錬所や荷上げ作業が増えてくると、蒸気ボイラーで使われる水の需要が大きくなったので、この時数千人規模になっていた住民に対する水、供給が足りなくなった。この需要に合わせて、バージニアシティゴールドヒル水会社が結成され、コムストックロードでは飛行業分野で初めての会社になった。 周辺の山の井戸や坑道の水は間もなく枯渇した。無人像に水源があるシエラネバダ山脈に水を求めることが喫緊の課題になった。シエラネバダ山脈とバージニア山脈の間には和尚バレーがあり深さ2000フィート近い巨大な溝だった。スイスの経験を積んだ儀式で、 サンフランシスコの水道工事を計画して大きな評判を呼んだハーマン・シュッスラーがコムストックロードに連れてこられ新しい工事の計画と設計を行った。1872年には測量が行われ1873年6月11日にパイプラインの最初の部分が置かれ同年7月25日には完成した。最初のパイプは端鉄で作られ 全長は7マイル以上、内径は12インチ、流量は毎時9万2000ガロンだった。パイプは逆向きのサイフォンの形で和小バレーを横切り、最も低い地点では水中1720フィートすなわち800ポンド平方インチの圧力があった。入り口は出口より465フィート高く、水は大きな圧力で押し出された。 シエラネバダ山脈にある入り口にもたらされる水は2つの大きな2つ気用水路からのものであり、パイプの出口ではバージニアシティまで12マイルの距離にある2つの大きな用水路に送られた。パイプは端鉄の板を曲げてリベット接合されており、パイプの接続には3列のリベットが使われた。パイプ同士の接合部には水密にするために鉛が使われた。 最初の水は1873年8月1日に、高らかなファンファーレと共にゴールドヒルとバージニアシティに到着した。この完成により、世界でも最大の水圧を持った水輸送系となり、やはりシュッスラーが設計したカリフォルニア州チェロキー、フラットの水輸送系をしのいだ。この水会社は、第2の水輸送系を1875年に、 第三のものを1877年に引いた。これらのパイプは重ね溶接継ぎ手でできており、リベットの頭による摩擦が少なくなったのでより多くの水を運べた。水供給先を多方面にし、信頼性を上げるために用水路もさらに多く作られた。1869年4月7日朝、イエロージャケット鉱山の深さ800フィート地点で、 火災が広がった。消防士が鉱山に入ったが、煙と炎のために押し返された。火災が広がると鉱木が崩壊し、有毒のガスが隣接する、ケンタッキークラウンポイント鉱山にまで広がった。火は燃え続けて行道が塞がれたが、数年間は暑いままだった。少なくとも35人の甲府が死亡し、回収されない遺体もあった。 イエロージャケット鉱山火災はその時までのネバダ州鉱山一で最悪の事故になった。1870年代のゴールドヒール地表面には水が少なかったが、あらゆる鉱山の地下には過剰な水があった。鉱山における洪水は突然起き、予想もできずに溜まった地下の大きな水溜まりで、甲府たちは溺れほとんど逃げられなかった。 鉱山の中に火傷するような熱水を突き当てることが大きな問題であり、深さが増すにつれて水を除去する費用が高くつくようになった。これらの問題に対処するために、アドルフ・スートロはコムストックロードの最下層と考えられる地点から水を出すトンネルを掘るというアイディアを思いついた。シュッスラーが測量を行い、工事は1869年10月に始められた。 スートロトンネルは、デートンに近いた2から4マイル、近い硬い岩盤を抜け、コムストックロードの地表面下、約1650フィートで行動に当たった。主トンネルから高脈に沿って指導が、南北に伸ばされ、その距離が2マイル以上になると、他の鉱山にもつながれた。トンネルは幅16フィート、高さ12フィートあった。導水路が床下に埋められ、その上に、 馬が引く箇所のための軌道が2本敷かれた。トンネルを完成させるために8年間を要した。このトンネルは排水と換気を行うことができ、重力を利用して鉱石の積み出しもできる予定だった。しかし、トンネルがコムストック鉱山の地域に達した時までにその上1650フィートの鉱石はすでに掘り出されており、さらにその下に深さ1500フィートの交渉が、 残っていた。実質的にこのトンネルから引き出された鉱石はなかったが、その排水力のゆえに鉱山の運営費が大いに下がった。ほぼ同時期に空圧ドリルの使用により換気の問題も解決された。コムストック地区で再構され精錬された鉱石の総生産量は1860年から1880年6月30日までで、 697万1641トン640ポンドになった。最盛期は1877年であり、1年間で1400万ドル相当の金と2100万ドル相当の銀以上を生産した。その後生産量は急速に減少し、1880年にはその役目が終わったと考えられた。最も深い行動は1884年に、 突き当たったメキシカン構成であり、地表から3300フィートだった。坑道の採掘は、完結的に1922年まで続き、この年に、最後のポンプが止められて坑道は水に浸かった。先行くずの再生成は1920年代まで続き、地域の探査は1950年代まで続けられた。コムストックの銀行さんはその株価が、 サンフランシスコの証券取引所で捜査され、インサイダーが通常株主の利益を失わせたやり方を批判された。インサイダーは株価が下落するという噂あるいは評価を使って安い時の株を購入し、新しい購入が見つかったという噂を流して株価を釣り上げ、利益を出して株を売却できるようにした。鉱山会社の経営者も自身の会社に 木材や水を発注した。鉱山からの鉱石は通常会社のインサイダーが所有する精錬所で処理され、その者たちは掘り出した銀の一部を自分たちのために保留し、ちょうどに乗せないようにしていたことで告発された。ネバダ州はコムストックロードから生産された銀があったことで銀の州と通常を呼ばれている。しかし、1878年以降、ネバダ州は 比較的少量の銀しか生産しておらず、その後の成金は、銀よりも金によってだった。ジョン・ウィリアム・マッケー、ジェームズ・グラハム・フェア、ジェームズ・シーフラッド及び、ウィリアム・ S ・オブライエンという4人のアイルランド系、アメリカ人が、バージニア・シティで統合バージニア工業会社という共同事業を起こし、コムストックロードで銀資源を扱い、鉱山を運営した。これら4人は、 コムストックのビッグフォーあるいはシルバーキングと呼ばれるようになった。カリフォルニア州で大いに成功していた陶器家ジョージ・ハーストがアメリカ合衆国でも最大の工業会社ハースト・ハギン・テビス会社の共同経営者となり、コムストックロードのオファー鉱山を所有して運営し、他にもアメリカ合衆国国内のカリフォルニア州、ネバダ州、ユタ州、サウスダコタ州を呼び、 ペルーで金と銀の鉱山を所有した。ハーストはカリフォルニア州下院議員となり、さらにカリフォルニア州選出のアメリカ合衆国上院議員になった。その子供は有名な新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストである。カリフォルニア銀行の創設者、ウィリアム・チャップマン・ラルストンが多くの鉱山運営に資金を出し、鉱山オーナーが債務不履行になった時はそれを買い上げ。 最終的にコムストックロードから莫大な利益を上げた。ラルストンの共同経営者、ウィリアム・シャロンはカリフォルニア銀行のネバダ州におけるエージェントであり、ラルストンの金融帝国が崩壊した時にその資産を取得した。シャロンはネバダ州選出の2代目アメリカ合衆国上院議員になった。 バージニアシティで鉱山を放棄し、弁護士になったウィリアム・エム・スチュワートは工業に関する、訴訟に関わり込む、ストックロードの工業発展にも関わった。ネバダが1864年に州になると、スチュワートはその憲法策定に関わり、ネバダ州選出の初代、アメリカ合衆国上院議員になった。銀断尺のアルビン・ザ・ヘイワードは、その障害で、 カリフォルニア州最初の100万長者と呼ばれ、1864年以降にコムストックロードでかなりの利権を保持していた。詩人で政治家のジョン・ブレーション・ケイは19世紀に短期観光府として働いたことがあった。現在のコムストックロードはバージニアシティのコムストック工業会社によって探査が続けられている。ありがとうございます。